本カモです。めちゃ格上と対戦が起き、通常技振ってもアサルト振ってもガードされ、うおー投げ、うおー無敵技と自分の出せるものをうおーと出して抗っています。何やってもガードされた時うおーとなる前に何を考えたらいいでしょうか。これ前似たような質問俺答えたことあるんですけど、対戦中にあこれ無理だなってなることあるじゃないですか。あのこいつ俺より多分すごい強くて、今私の持っている手札で抗っても多分勝てないなって思う瞬間多分あると思うんですよ。なんでその時は諦めてます。あのなんだろう、諦めてます。あの考えるのやめます。そこで結構俺はで、やめて、その代わり自分が今出せる限界値、その今までやってきたことをちゃんとやってみる。対戦中に通じないなと思っても破れかぶれになるんじゃなくて、その変なね浅知恵で適当にむちゃくちゃするんじゃなくて、今やってる来たことで普通に対抗してみる。でまあ負けるんだけど、それをリプレイとかさ動画に撮るじゃん、で見直すじゃん、で学習して 反省して良くしていくんですよ。あの貴重なね、貴重なではないんだけど、あのめっちゃ格上と対戦ができたっていう、まあ、チャンスの時に、そのせっかくできたんだからさ、あのやっぱねワンチャンを勝つんじゃなくて、なんかその成果を得たいじゃん、成果じゃなくてその経験値を得たいじゃん、からめちゃくちゃにするんじゃなくて、ちょっとまあ自分なりにねこうやったら勝てると思うっていう、その自分の信念にのっとってやってみて、いけるかいけないか、聞くか聞かないかっていう判断材料にした方が俺はいいと思います。だからうおーとなる前に普通にいつも通りやるっていうのが多分いいと思いますけどね。あの負けパターンとしてはねそれなのよ。例えば俺が、まあ、これアンダーナイトの話なんで、その熱帯で欧州筆頭さんとマッチングするじゃん。でそうするとまあ普通にやるとやっぱ勝てないわけよ。10先やって多分まあ0-10になる可能性 もちろんあるけど、たまにまあ1とか引けたりするぐらいの力の差なんだけど、でその1を引きに行くっていうよりはまあそのいつも通りにやるけど、まあややちょっとその自分がチャレンジャー側の視点であるっていう意識は持って、相手はどっちかっていうとさばいてくる、こっちの暴れとかをさばいてくる読みで、その駆け引き読み合いは回すんだけど、その破れかぶれにその通ったら勝ちみたいな選択肢をパラしまくるっていうよりは、その読み合いにちゃんとしていこうっていうふうには考えます。まあこすったりはすごいするんだけど、そのリターン勝負しないと勝てないんで、それはそれとして、うん、別に無理して攻めたりはしないかな。あとはあの自分の持っている手札いろいろ使ってみて、どういうのが効くのかなみたいな試したりはしてますね。はい、という感じで何かのヒントになってるでしょうか。とりあえず対戦中に何か考えて何とかなるレベルだったら勝てるんで、対戦中に考えて何ともならないレベルだから勝てないんですよ。だからこの対戦は一旦諦めて、その次に生かそうというのが私の考えになります。はい、お便りいただきありがとうございました。